今週のおまけです。第一さん、男性20代、東京都。数年前から西田先生の活動及び MMT についても自分なりに調べてきました。ここ最近は西田先生のおっしゃることが正しいのか分からなくなってきました。現状の体制が正しいように思えてきます。確かに日本はデフレでありインフレになるまで財政出動によって社会保障を賄うことには問題ないと思います。しかしながらインフレ率が一定に達した場合、今までのように新規国債で今までの国債の返済や社会保障を賄うことは難しくなるのではと思います。インフレによって景気が良くなり税収も上がるのでしょうが、本当にその程度のもので今までの負債が何とかなるとは到底思いません。そうであれば現状のように国債で社会保障まで、いや今まで国債の、国債で社会保障や今までの国債を返済しつつ消費税によってデフレを維持する方が正しいように思っています、ということなんですが、全くおバカさんということですね。というのはですね、デフレとインフレ、ね、どちらが正しいかというとですね、インフレでしかないんですよ。デフレというのはもう完全に経済を壊している仕組みなんですね。でデフレは何かというと、要するに物価が下がっていくと、継続的に持続的に。その原因は、基本的には需要と供給があれば供給よりも需要の方が少ないということですよね。ですから物の値段が、下がっていく。だから供給をですね、需要を増やすか、供給を、需要に合わせて減らしていくかということなんですけれども、デフレの一番問題はですね、需要が増える方向に行ってる場合はこれインフレ方向に行くわけですよ。要するにね、供給量があるんだから、それが少ない需要だったらこれを需要を増やしていこうと。そうすると、物の値段上がる。で上がると今度はまた供給を増やすんですよね。そのことによって物価が、急激に上がらずに、徐々に上がっていきながらこうなってくる。つまり経済の規模が需要も供給もどんどん大きくなっていくんですから、大きくなるというのがこのインフレの一番特徴なんですね。デフレは何かというとですね、需要と供給があったら需要の方が小さいと、で供給の方が大きいと、ね、じゃあこれを上げるんじゃなくて需要を供給を下げるという話なんですよね。だから今まで会社あるからいけないんで少なくしたらいいんじゃないかと、でこうしちゃうわけですね。そうするとまたまた次々ですね、これが下がりすぎちゃうとまた、需要の方が大きくなるから、これを合わせてまたこれ下げるというような話になってきますね。でつまり経済がどん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 先細りになっていくということなんです。でこれではですね、人間社会全く発達できません。で今、この MMT などで私が言ってるのはですね、一つは、この通貨の本質というのは、この国家による負債であるということを申し上げておりますけれども、もう一つ大きいのはですね、通貨の本質はそういう負債なんですけれども、そもそも国家が供給している、負債、つまり国債発行で財政出動することによって国民側に、通貨供給、需要も行くんですけれども、もうもっと大きいものはですね、やっぱり個人、民間の方がですね、どんどん、自ら進んでですね、投資をしてくれる。でこれが本当は経済をですね、自動的に大きくする仕組みなんです。でそのためにあるのが銀行による信用創造という仕組みなんですね。つまりお金がある人しか昔はですね、物が投資できなかった、新しいものを買うこともできなかった。しかし信用創造、つまりお金を融資するということをこの仕組みとして銀行が作ったおかげでですね、今はお金がないけれども、これから働いてですね、例えば20年30年で家の借金は払いますから、ということで今お金ない人でも、ね、先々のこの給料をね、この当てにして借金をして物が買えるわけですよ。で本当だったら30年後に買えるか買えないかというようなところが今買えるんです。でそのことによって今お金を使うことによってですね、今度は、支出が、需要がどんどん増えますね。で増えることによってまたそのお金がいろんな人 の, あの雇用、そして、需要を作り出すことになる。でこういうふうに次々、お金を融資を受ける仕組みによってですね、この、新しい事業がお金を持ってない人でもできるというのが、この資本主義社会を大きく伸ばしてきた最大のエンジンなんですよ。最大のエンジンなんですね。だからそこの最大のエンジンが回っていくためにはデフレでは回らないんですよ。なぜかと、ね、インフレというのは今もらってる給料が、今例えば20万もらっていても30年後は20万から40万50万になってると、毎年給料上がっていくという前提だから借金の返済ができるんです。
借金額というのは最初に3000万なら3000万借りたらその後増えないわけですよ。あと減らしていくわけですから、減らしていけるのは給料が上がっていくということです。そして給料が上がっていくという前提はですね、会社の売上業績が上がるということです。でこのためにはですね、物の値段が上がっていくということが前提にならないとこれはできないわけですね。物の値段が下がっていっちゃう、デフレのように下がっていっちゃうと、同じ数物を作っていてもですね、会社の売り上げがどんどん減っちゃうわけですね。そうすると皆さん方に払う給料もどんどん減っちゃう。そうするとお金を借金して物を家を建ててもですね、これ返済できないわけですよ。給料が今20万30万もらって次上がっていくと思ったら上がらない、上がらないどころか毎年下がっちゃう、で物の値段も下がっちゃうという、こういうことになっちゃうと、そもそも借金をして家借りること建てること自体がですね一番損なわけですよ。ずっと黙ってお金を貯めていってでやった方がどんどん物価が下がるわけですからね。そうすると何が起こるかというと、本当は今使うお金が今使わなくなるわけですよ。もう10年後に使おう、いや30年後に使おうということになっちゃうわけですね。でそのことによって経済はずっとこう先細りになると、でそれが今の日本の陥っている状況なんです。だからそれを脱却するためにはどうすればいいのかと、で今言ったように民間がお金をどんどん出せる状況を作ってあげなきゃならないんだけれども、そもそもデフレ状況になっている時にはですね、民間企業は今言ってるようにこれは業績良くなると、ね、そういう見通しがつかないからお金借りないわけですよ。で皆さん方もお金を借りて家を建てようとなかなかそういう気になれないわけですね。でだからこそこの民間企業は借金の返済デフォルトしてしまう可能性が常につきまとっていますから、今のようにデフレ状況下ではお金を借りて投資をしようということをなおさらしなくなる。だからこそ、このそれに代わってですね、政府側がお金を借りて、つまり国債発行してやると、で政府の国債は絶対に破綻しないと、自国建てでやってる限り破綻しないと、このことは何度も私が説明している通りです。現代貨幣論 MMT の一番の中心の事実はそこなんですね。ですから政府がどんどんお金を出していけば当然のことながら、この需要がその分増えますから、増えることによって民間にお金が回っていく、民間にお金が回り出していくと今までデフレ局面であったものが需要が増えてくるんですからね、需要が増えた分だけ当然民間の方も、そちらの方にお金を使うようになると、でそれが使うようになってくるとエンジン回り出してですね、どんどん拡大方面で投資をしていこうということになるわけです。ですから要するにデフレとインフレどちらがいいとか悪いとか、これはもう言うまでもなくて、デフレ状態というのはもう完全に経済が、この間違った方向に行っている、泥沼の本当に縮小均衡をやっていこうというのは一番間違いなんですよ。これありえないんです。で、それをありえないのを、ずっとですね20年経験してくると、これが当たり前に思ってるんだが、これは全くの間違いで、正しいのは毎年この売り上げが増える、物価もそれに伴って増えていく、金利ももちろん、いくばっかを払っていかなきゃならない、でそういうふうに先々、この金利も物価も、売り上げも所得も増えていくという将来に対するですね希望があるから人間生きていけるわけですよ。まあ、それがインフレということですね。でもちろんそれが極端にね、この大きくなりすぎるとそれはもう問題でありますけれども、少なくとも今の日本の状況でしたらですね、今までの状況ではなくて 2%3%4% ぐらいのインフレはですね全く問題がないというか、それが当たり前の話なんですよ。で当たり前の話、我々が、子供の頃なんか当たり前とそう思ってきたことが、この平成になってからずっとデフレですからね、当たり前が当たり前と思えなくなってきたところに、この日本人の一番大きな問題点があるわけですね。ということでデフレとインフレどちらが問題かといえばデフレなんですよ。でデフレを退治するために MMT を使えというのが私が言ってることなんです。ありがとうございました。